今日はあれですセミナーの講演でこっちの方でお邪魔させていただいてます。これから向かいましょう。おはようございます。おはようございます。今回長崎に来たんですけど、長崎での目的は何か。今日はあれですセミナーの講演でこっちの方お邪魔させていただいてます。長崎は結構昔佐世保の方とかも仕事あって結構行ってたので、久しぶりの出張でちょっと楽しみにしてました。セミナーの内容とかってどんな感じなんですか？長崎で行うの。今日は地元の経営者の方向けに生産性の向上っていうテーマでいろんな話を僕含めてさせていただく形になるみたいですけど、他にはAmazon Japan さんとか、あと Salesforce Japan さんとかの方も講演あるみたいなんですけど、せっかくやるならちょっと一番ちょっと盛り上げてやりたいなと思ってます。はい、長崎でもいいんですけど、九州のなんか M&A 事情とかってあったりするんですかね？九州はもうそれこそ5年前ぐらいに立ち上げをさせていただいてた時によく来てましたけど、その時なんていうのはもう本当にこっちでセミナーとかやってもあんまり M&A 自体にご存じないとか知らないとかってそういう方多かったんですけど、最近はそんなことないんじゃないかなと思いますけどね。どうなんでしょう、最近はちょっとこういった地方の経営者の方とかでもちょっとはこう聞いたことあるよっていう人増えてるのかなと思いますけど、今回のケースで言えば小川社長との セッションがあるので、そこに向けて一回打ち合わせはちょっとさせていただいたりはしてましたね。でもあんまりこう台本とか作り込みすぎても小川社長の生の声とかそういうのって出てこないかなと思ったので、一応どういう話をいただけるかなとかっていうところを確認しながら、基本的にはもうフリートークで僕の方から質問投げて喋ってもらおうかなと思ってます。今回のセミナーはフリーテムのセミナーって感じなんですよね。あ、いえ、基本的にこれも僕がいつもセミナーもですし、お客さんとお話しする時にもこだわってるところなんですけど、別にそのお客さんを売り手さんとか買い手さんとかって思って接してることはないので、基本的にはやっぱりこう会社の金銭力、やっぱり会社をどうしていきたいかっていうところをしっかり向き合って話を聞いて、いろんな悩み抱えて参加されている方が多いと思うので、そこに対してソリューションとしてこういう手法があるよと、やっぱりこうどっかと一緒になって会社を伸ばしていくっていう手法がこの M&A なので、そういった観点でこう発信ができればなと思っています。すいません。ちょっと滑るの怖いですけど、今日なんか後ろの方にカメラ持ってるみたいなんで、ちょっと会場の空気飲まれないように気合い入れて頑張ります。ありがとうございます。本日は長崎県内の経営者のための経営の打ち手カンファレンスにご参加いただき誠にありがとうございます。株式会社日本 M&A センター西日本ダイレクトマーケティング部部長岡本正弘様にご講演いただきます。よろしくお願いします。皆様こんにちは。ただいまご紹介に預かりました私日本 M&A センターの岡本と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
いわゆる後継ぎがいらっしゃらない、そういった会社のパーセンテージというのが 66% が全国平均として出てるんですね。これ全国のところでのデータというところもちょっと拾ってるんですが、皆様が今いらっしゃる長崎県ですね、 63.4% ということで約26位につけているんですね。事業承継で一番大事なことって、要は社長をどの方がやるかではないですね。言ってしまえば社長というポストは、番頭さんでも結構ですし、どなたかがやっていただければよろしいんですが、一番ネックになってくるのは株の問題なんですね。創業オーナーが持たれていらっしゃる株式、こちらをどういう形で譲り渡すか、これが非常に大事なテーマになってきます。経営者、オーナー経営者というか、経営者ってやっぱ独特の職業だと思います。さっき話あったように株の問題がどうしてもついて回りますから、M&A が別に選択肢の全てではないですからね、はい、あくまで選択肢の一つという形で捉えていただければなというところで。そうですね、縁があるかどうかはやっていって、今ここにたまたまいるという形なんですよ。長崎の IG 新会計のコアといいます。今日は本村のこの M&A のセミナーを受けて大変感銘いたしました。実際に M&A を実施された小川さんが出られて、本当に M&A を真剣に長い間考えて M&A を実行されて、すごく、敬意を持った次第でした。結構こういう体験でもあんまり慣れない感じ。慣れない、初めて。70とかでやらないといけないと思ったら無理だなと思うから手前でやるわけですね。いや、そうそうそうなんですよ。で、普通に経営もしながら60、70ってもう体力もない中で、わーっつってなりますよね。で、しっかりした経営者の人ってそこをしっかりするわけじゃないですか。蹴りつけて、うん、いや、会長になるか引く、引ける仕組みも自分で作って引く、僕の場合だったら、成立してるって、今仲良くやれてるから、ここに今これ任せるわけですけど、うまくいくかどうかはやってみないと分かんないから。そうなんですよね、結局もう本当ご縁のもんなんですね。いかないと分かんないんですね。経営者としては身体チェックが近い何回もあります、ね、まあ、ある種ずっとデューデリされるからですね。そうですね、でもある意味そこでちょっとこう気づくこととかはね、ありますね。会社の規模は小さいけど、会社ってどうなってるんだっていうのを一通り学べますよね。株主のことやか、何なんだと、方針ってっていう、株式会社って何なんだっていう。セミナー置いてみて、どんな感じですか。今日もなんか盛りだくさんでしたね。結構受けてましたよね。結構受けてましたよね。来場者の方と笑いもあったんで、反応良かったんじゃないかな。コロナも落ち着いたんで、久しぶりのセミナーでしたけど、これでいいですね。ちょっとウェビナーとかは結構この2年ぐらいありましたけど、リアルにセミナーで顔を見てお客さんに発信できるってやっぱりいいなと思って、またやりたいですね。本日はありがとうございました。